プリケツやくびれの筋トレをしても狙った筋肉を上手に使えていない感じになっちゃう方、腰を反ってしまってうまくいかない方、どうすれば解決できるかなって考えてみました。ぜひ一緒に試してみてください。ワイドスタンスで肘を立てて上半身を起こしましょう。腰を床にべったりつけます。これで下腹筋により刺激が入って腰も痛めません。息を吐いて腰を床に押し付ける。いきますよ。足を伸ばすときに腰を床に押し付ける。押し付けて押し付けて、膝は緩めないでしっかり伸ばしてください。早くやらないで。できる方は伸ばす足を床すれすれまで低く、初心者の方は斜め上でいいですよ。腰を床に押し付けるのを忘れないで。押し付けて押し付けて、息を吐くときに下腹をへこませて、膝をピンと伸ばしていないとお腹の刺激が抜けちゃいますよ。頑張って。足を体より後ろへやります。腕を立てて上半身は下向きに、下を向きます。初心者の方は足を伸ばすという動作はなしでいいですよ。いきましょう。早くやらないで、私と同じペースで。上半身は下向きです。下を向いて足をぎゅっと体の後ろへ戻すときに力を抜かないで、お尻の力で上の膝を数センチ浮かせたままでキープです。膝と膝は離れたまま。上半身が前に起きてしまうとお尻の刺激が抜けちゃいます。下向きですよ。お尻の力フルパワーで、開けてキック。反対側行きましょう。曲げた膝を前に並べて、腕を立てて上半身は下向き。お尻の力で足を体より後ろへ開きます。初心者の方は足伸ばすところはなしでいいですよ。開いて、両膝は離れたまま、お尻の力で頑張って。上半身が前に起きてこないように、体より後ろへ足を開く、伸ばす。お尻の筋肉きつく感じてますか？もうちょっと、下向いたままですよ。次はお腹2種目目。息を吐いて下腹を薄くへこませたら、頭を抱えて膝を抱え込む姿勢でウエストと下腹を鍛えます。行きましょう。この運動は1分はちょっと大変なので45秒頑張りますよ。息吐いてお腹をねじる。肘の外側と膝の外側をクロスタッチです。ただ息を吐くんじゃなくて、お腹をぐーっとへこませて、初心者の方は一瞬休んでもいいので、休んでまた最後まで一緒にやりきりましょう。夏までに下腹、ウエストすっきりさせましょう。あと10秒。
上げはお尻の2種目目。腰を反らずにお尻の筋肉だけを使うために、この体勢から肘をトンと下ろして膝を少し前にやります。腰が丸くダンゴムシになって、足の裏を天井にペタッペタッと2回タッチするイメージです。片側30秒ずつ頑張りましょう。下ろした時に膝を床から浮かせたまま、また上げて、お尻の筋肉で足裏を天井へペタッ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 。お尻の筋肉と裏ももがきつく感じたら、プリケツ筋トレ正解です。続けてラスト、反対側です。腰を丸くダンゴムシ。首を上げないで顔を手の上に下ろして、反動を使わないでお尻の力でゆっくり持ち上げて、ペタッペタッ。早くやらないで、足裏を天井にペタッペタッ。ちゃんとやりきったあなたは偉い。夏はすぐそこです。また明日もご一緒しましょうね。お疲れ様でした。50代になってもヘルシーでセクシーな体でいたい方、私がお手伝いします。皆さんがなりたい体づくりのたくさんのプログラムをフル活用していただけるよう、チャンネル登録と通知のベルの設定をお忘れなく。高評価やコメントをいただけましたら励みになります。ありがとうございます。次のビデオでまたお会いしましょう。